チュース、ピースオブケークのショウタンです。リョウくんです。サッサンです。今日も最後までよろしくお願いいたします。お願いします。そろそろ忘年会のシーズンじゃないですか。はいはいっつったボケをはいって言った違うわ違うわ忘年会年末やぞすいませんボケに対してはいはボケ殺しなるし、あの、オイラもどうリアクションしていいかが今分かんなかった。すね間違えたり。あのね、こないだドン・キホーテに行ったんですよ、はい、そしたら、手品が売ってたんですよ。ほら、手品とかってさ、なんか一個ぐらいできたらさ、それこそ本当忘年会のなんか出し物とかさ、使えるじゃん。いざという時のために手品を覚えようではないかと。はい、まあ、それぞれちょっと似合いそうなね手品を買ってきたんで。本当ですか。うん、わかりました。それを今日は覚えてカメラの前で一人ずつ発表するっていう、ね、いいっすよ。うん、ミスター翔太になりますね今これ。ねづっちですよって言われて。ああ、うん、ということでビスケ初めて手品を覚えるえの巻。それでは本編をご覧ください。はい、本編でございます。こんなのを買ってきたんですよ。こんなのでね、まあドラえもん好きなんで、りょうくんにはまずねドラえもんのマジックをね覚えてもらおうかな。おドラえもん。うん、で、翔太はねやっぱねしんちゃんだぞ。うん、しんちゃんはねやっぱね一番こう難易度の高そうなやつを覚えてもらおうかなと思ったんで、はい、20種類のマジックができるっていうねトランプのやつを買ってきたんで。おー、だいたいこういうのさ、うん、1種類バージョンのやつ買ってきますよね。うん、1種類バージョン、1種類バージョン、20種類おーおーおー、なんで俺の方がプラス18ついとんね。2つ足したら18だけどね、19じゃないか。なんで？だって1種類しかないじゃん。1種類しかないじゃん。20種類あるってことは他のに比べて19多いってことです。ああ、すごい。うん、で、オイラはね、なんかね、お弁当です。お弁当、マジックです。はい、ということでこれからここでみんなしてちょこまかちょこまか覚えます。マジでさ、20種類は無理なんで1個にします。センターに向かってカメラの方を向かってやる感じにしますか。わかりました。誰から行きますか。じゃあさっさんからで、ね。ここにまず幕の内弁当がございます。ないです。幕の内弁当がございます。じゃあ翔太が選んでくれるということなので、こちらの方に、中の方にですね、ご飯、オムレツ、鮭、天ぷら、コロッケ、ハンバーグというのがございます。私が今目をつぶりますので2つ食べたいと思うやつを選びます。選んでどうすればいいんですか。手に持っててください。で、あの食べたいと思ったやつをイメージしながらこう手に握っ て、はい、それではお願いします。はい、目つぶっておきます。もう OK ですか。はい、じゃあ蓋をします。ちゃんと食べたいのもう一個も食べてください。うん、和食と洋食選ばれましたね。まあ、そうとも言う。そうとも言う。うん、揚げ物と煮込んでるやつですね。まあ、そうとも言う。うん、天ぷらとハンバーグですね。そうとも言う。はい。じゃあ、 あのカメラの方に見せてください。はい、僕が選んだのは、はい、ハンバーグ。ハンバーグ and エビ天ぷらです。はい、すごい。こんな感じでございました。そんな感じですか。はい、じゃあ俺大トリいきますわ。はい、じゃあ次、りょうくん。ピースオブケーキ。はい、じゃあ次僕の手品紹介させていただきます。はい、お二方どちらか僕の手品の。じゃあ僕でお願いします。はい、お願いします。まずここにドラえもんの秘密道具のあらかじめ日記というものがあります。おーおーおー、これはこれから起こる未来の出来事もあらかじめ書かれていて、それを当ててしまうという道具です。すげえな。何それ、3次元ポケット。いや、これは4次元ポケットからできます。大丈夫、ビスケがなんか大幅人数減るとか書いてない、大丈夫。やめろよ、そのネガティブ。物騒なことは書いてない。やめろよ。とてもいいノートです。よし。そして今からこちらの
6枚のカードを、はい、のうち4枚を渡すので好きな順番、好きな向きで並べていただきます。おこちらの4枚を、はい、表にして、はい、あ、そういうこと、あみだくじっぽいやつの、はい、あの、あれが書いてあるのね。そうです、こういう迷路の、はい、どれでもいいの、はい、それではまず結果を見ていきましょう。まずこの阿弥陀寺通りだとドラえもんの運命は、ドラえもんはバイオリンを弾くで、のび太くんが鏡の自分に売ってる、静香ちゃんがなんだそんなのび太ネズミを見てびっくり、ジャイアンがわからなくもないですね、ジャイアンがリサイタルを開く、まんまだな。そしてスネ夫が、まあ、自然的に0点を取る、はい、0点を取る、0点を取る、ありえなくはないね、うん、そしてまずこちらのカードを1枚向きを変えるだけで運命というものがガラッと変わってしまうものです。それではもう一度見ていきましょう。ドラえもんが鏡の自分にうっとり、おう、のび太くんがリサイタルを開く、しずかちゃんがイメージがつかない、イメージつかない、バイオリンを弾く、そのまんまだな、この通り、さっきとみんな少しずつそれぞれ運命が変わってきます。そうね、はい、それでは今度違うカードでやってみましょう。さっき取り除いていたこちらの2枚のカードも加え、こちらの4枚のカードで、どれでもいいんですか、はい、もう勘だよね、こういうのね。じゃあこれで、はい、本当にこの置き方、この向きで大丈夫ですか。じゃあ買いますよ。これがあなたの選んだ運命ということで、そしてここで登場するのがあらかじめノート。おー、じゃあまずドラえもんの運命を見ていきましょう、はい、ドラえもんは鏡の自分にうっとりという運命になってます、この中だと。そして今あらかじめノートの前でこれをやっているということは、まさかのことが起きています。では確認してみましょう。ドラえもんがナルシストになり鏡の自分に惚れ惚れ。おー、この通り、あらかじめ日記はこれから起こることを当ててしまうという。これからってことは、一人じゃないってこと。じゃあ、のび太くんも見てみましょう。おう、そう言われたらね、まあ、見るしかないよね、のび太くんはネズミを見てびっくり、そしてまさかと思いますが、あらかじめの音を見てみると、のび太が部屋でネズミを発見して気を失う。おお、じゃあ続いて静香ちゃんの運命、じゃあ見ていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。はい、お礼言いましょう。0点を取って叱られる、はい、まさかのまさか、静香ちゃんがテストで全教科0点を取り職員室に呼ばれる。おー、静香ちゃんがもう全教科0点だったらクラス中全多分全員0点やね。できすぎだけ取ってますよ、多分ね、20点ぐらい取ってる。あいつすごいな。この通り、みんなの運命をすべて当ててしまうんです。本当ですか。しかし、このあらかじめノートなんですが、所有者以外の方が使うとその未来を当てることができません。所有者誰？今の所有者は僕となっております、はい、それなので、この所有権を今あなたに譲りますので、カードを交換してその運命をまた見てみましょう。わかりました、ありがとうございます。カードをもう一度回収します。そして2枚、さっき置いた2枚をまた手元に、そしてよく混ぜて、これを選んでお好きなように。シンプルに手前からいこう。はい、ではまずドラえもんの運命から見てみましょう。ドラえもんがリサイタルを開くにたどり着きました。はい、違いますね。違いますね。これなんでナルシストじゃないんだ。ドラえもん変わりましたね。はい、これを僕が持ってるから変わっちゃったんですか。そうです。本当ですか。所有者によってあらかじめノートの内容は変わってしまいます。じゃあありがとうございます。僕の手品は以上となります。終わりかい、終わりかい。後味終わる。だって本当これで終わりなんですよね。ややこしいな、なんかでもそれ。じゃあ僕ですか。はい、ミスター・ショウタンの出番です。皆さん、おはようございます。さあ、今日やっていくマジックなんですけど、はい、こちらのトランプを使ってトランプマジックをします。はい、マジックの内容は、はい、誰かに選んでもらいます。はい、その数字を当てるマジックです。はい、じゃあまず
バラバラになってるかどうか。バラバラになってますね。はい、バラバラです。よし、切ります。はい。いや、僕だけじゃね、怪しいんで、ちょっと切ってもらっていいですか。ハサミは、あ、そっちじゃない、そっちじゃない。それ、あの、トランプマジックできなくなっちゃうから。人の顔で切らない。人の顔でバチバチしない、おい。ね。じゃあ、りょうくんにも切ってもらいましょう。はい。こんな感じで。さあ、しっかり切ってもらいました。これを広げます。そして、1枚選んでください。誰かどうぞ。はい。じゃあ、1枚選んで、りょうくんとさっさんと画面の向こうの皆さんで確認してください。はい。僕は目隠ししておきます。はい。とりあえず1枚取って。はい。はい、こちらです。あー、これ難しい。こちらです。見たことないもん。 OK です。おい、トランプちゃうやん、それは。 OK ですか。はい、開けますよ。はい、よし、戻します。そして、そのカードを、はい、一番上に置いてください。確認しましたね。うん、見たことない。ちょっともうなんか一番信用できないわ。ちょっと握手しましょう。一票お願いします。いえ、それダメ、不正、不正。ああ。そして、このカードは、このカードに書いてある数字とマーク、僕にテレパシーで送ってください。よし。何やの。よし、わかりましたよ。おお。じゃあ隠しましょう、目を。でも完全に見えないです。おお。一番上ですね。おお。これですね。当てますか。入ってますか。初めて見たやつ。まずいきますよ。はい。柄物から当てましょう。マークはスペードです。多分それはスペードというならスペード。スペードです。おお。どっちを信じればいいんだ。そして、はい、数字、はい、12。オープンしますよ。はい。うえい。9。12や。12、12。クイーンです。さあ、あなたたちの選んだカードはこちらです。ハンドパワー。ミスター翔太のマジックでした。という感じでした。はい。まあ、誰のマジックが一番面白かったか、ぜひコメントにご記入ください。お願いします。はい。まあ、こんな感じで本日はマジックショー、ビスケマジックショーをお届けしてました。またなんかこんなの見つけたらやってみようかな。そうですね。いや、今回のコメントでマジックはもういいかなっていうのがあったらやらないけど、はい、そういうのがない限りまた見つけたらやってみたいと思います。はい、てな感じで、はい、じゃんじゃん。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。次回の動画もぜひご覧ください。はい。それでは、せーの、チャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。今回の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それでは、せーの、チャオ。